ブラジルで金属84年を迎えた100歳の男性がギネス世界記録に認定されましたサンタカタリーナ州に住むウォルター・オースマンさんは地元の繊維会社で84年間勤務しています15歳で入社した時には配送のアシスタントでしたが今では営業部門のマネージャーとして社内で現場を支えています 一つの会社での金属年数が世界最長となり、ギネス認定を受けた100歳のオースマンさん。出勤前の朝はベッドで手足を伸ばして体操をした後、ゆっくりと体を動かします。鏡の前で髭を剃り、身だしなみを整えるのも日課です。家族と朝食を食べ終えると、自分で車を運転してオフィスに向かいます。 長年仕事を続けてこられた理由についてオースマンさんは何か好きなことをして時間が経つのを忘れるぐらいの仕事を探さなくてはいけない私はそれを見つけることができたと語っています。